どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと、今回はアーティスト語りということで、一組のアーティストを喋ろうかと思います。石井達也さんですね。はい。まあ、米米クラブのボーカルですけど、カールスモーキー石井という名前で、米米の時はやってますけども、ソロで、えー、活動する時は石井達也という名前でやられております。1982年から、えー 一応活動してるという感じですけども、えっと、ロシア人の血を8分の1引いてるらしいです。はい。調べて知りました。あ、そうだったんだ、みたいな。で、奥さんがカナダ人という感じでね。はい。だからちょっと国際的な、えー、感じがしておりますが、まあ、あの、ファーストシングルはですね、ホワイトムーン・イン・ザ・ブルースカイっていう曲で、バリバリ僕が、あの、 聞いてた時期に、まあ、米米が解散して、だったかな確かその後に出した曲だったと思うんですけど、うん、90年代ですよね。で、セカンドにリズムっていう曲があって、この曲は僕すっごい好きだったんですよ。そう。ドラマの主題歌で、確かね、任せてダーリンっていう陣内さんのドラマだったと思うんですけど、それの主題歌だったんですよね。たまたまドラマ主題歌だけ聴こうかなと思って、そう、ドラマ自体見てないんですけども、 そしたら、めっちゃいい歌と思って、新品で買いましたね。普通に。そう。で、カップリングもいいんですよ。帰ろうっていう曲なんですけど、静かな、バラードチックな曲で。このシングルはとっても、あの、おすすめですね。で、3枚目に、安心しろよっていう曲があって、まあ、これも知ってます。はい。いい曲ですよ。4枚目がですね、花祭りっていう曲なんですけれども、これ多分ね、なんか、ポンキッキーズとかなんかそっち系の曲なんですよ。 <laughs> 石井ビューティーっていう名前であえてやってて名義がこれは持ってないです <laughs>、はい、でその後五5枚目ですね「ハイテンションラブ」っていう曲があってこれもあの結構いい曲ですね疾走感があってまあなんたって声がとってもいい感じでなんか真剣に歌われたらとりあえずもういい歌感出てしまうっていうかまあこれがもう歌手石井達也の魅力なんじゃないかなと 思いますねすっげえ歌うまいし、まあ、僕はもうほんとリズムがちょっと良すぎてこの曲は本当にカバーしたいぐらいっていうかもうほんと歌えるぐらい好きですねでねそのハイテンションのラブ以降が僕あんまり知らないですよねうん今頑張れば聴けるのかもしれないですけどちょっとまだ聴いてないですねはい、いい曲知ってる人いればあのコメントなどで教えていただけたらなと思います僕はもうリズムを進めたいので よかったら知らない方は聞いてみてください。いつか僕も歌おうかななんて思っております。でも本人の方が絶対いいんで聞いてください。<laughs> というわけで今回は石井達也さんを喋ってみました。聞いてくれてありがとうございます。さよなら。